今月中央アルプス基礎駒ヶ岳で撮影されたメスの来鳥です。のり倉岳あたりから飛来したことから飛来メス確認したのは駒ヶ岳タケの,あのすぐ下のねあのいつものところにいます。もうね今年十二年ですからねもうダメだろうと思って毎年ねこれあの最近はね。 彼に登ったときにね、今年はヒラメス生きているだろうかというのがさらに今年も生きてくれました寿命三四年程度のライとしては異例の長生きということです中央アルプスでは50年以上前、ライが姿を消しました6年前、一羽だけ行ったヒラメスの発見を機会に 岳から19羽を移すなどして自然繁殖にも成功し100羽前後にまで増えています。